はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。ダダン。はい。いや、これね、一見見た感じでは何のものかわからないよね、何の商品か。はい。こちらはね、はい。ワンピース。ワンピースということは、そう、ナミです。はい。デビリッシュナミ。ワンピースバスターコールっていうね、動画にもあったと思いますけれども、バスターコール展でね、展示されてたものと一緒のやつなんですが、それのね、受注生産品ですね。はい。それが本日届きました。はい。箱の外観は至ってシンプル。これがね、私はね、本当現地ってね、まあ、横浜だったんですけれども、行って実物を見てね、これカラーリングがすごいいっぱいあったんですよね、展示物は。はい。そのうちのワンカラーを受注生産にして販売したと。はい。で、プレミアムバンダイで販売してたんですけれども、どのぐらいの人が購入したんでしょうかね、まあ結構デザインっていうかね、見た目がすごい奇抜ですよね。波っていう感じがしない。もうほぼ服装とかで波ってわかるぐらい、ね、変貌しちゃってるんですけれども、こちらね、アーティストの名前が書いてありますね。沙織石崎、はい、石崎沙織さんの作品を商品化したものになりますね。はい。これを早速今回は開封して紹介しようと思います。これね、箱がね、普通にもう届いた時からこうやってね、普通にこうやってパカッて開く仕様になってたんですよね。テープでも止まってないです。はい。で、ブリスター、はい、こんな感じで普通にフィギュア単体と悪魔の槍、ですね。はい。こんな風に入ってます。では早速ね、これを取り出して見ていきたいと思います。はい。ブリスターから取り出しますと、はい。こういう感じでね、色移りを防止するためにビニールがかませてあります。はい。これ普通にこう、スッて取れますね。で、こんな感じ。すっごいね、波とは思えない小悪魔的な、まあ、波自体が小悪魔みたいな感じですけれどもね、それをより強調したようなデザイン、タトゥーもすごいね、いや、造形としてもすごいよね。顔の造形も素晴らしい。はい。で、体つきもね、すっごいなんかこう細い感じで、で、ダメージジーンズですね。ここら辺の表現の仕方もね、よくできてますね。まあ、若干髪がね、髪の毛が整形色っぽい感じかな。まあ、整形色かな、わかんないな。でもまあグラデーションになってますね。オレンジから赤色になっていくっていうね。はい。いやー、いいね。大きさはね、ほんと小さいです。はい。全然小さい。
じゃあちょっとね槍を持たせてみましょう。はい、槍はね、ここのくぼみにこの槍の先端を差し込むと、はい、ちょっとあれかな、はい、取り付け終わりました。槍がね、この右手の内側に入るように入れてから刺すって感じですね。うん、ちょっと入れ方が分かんなくて、うん、苦戦しましたけど、はい、槍を持たせるといいね。うん、いや本当悪魔っぽい、小悪魔っぽい。いやすごいおしゃれなフィギュアだね。なんだろうね、本当アーティストが作ったフィギュアって感じ。まあ、実際アーティストが作ったフィギュアなんですけれども、はい、やっぱすごいね、独自の感性っていうんですかね、それで波を表現したっていうね、うん、この悪魔の尻尾もいいですね。いやこれはいい、素晴らしい。これね結構本当はね、もうもっと前に発送されてるはずなんですけれども、やっぱコロナ禍でね、うん、手元に届くまで時間かかっちゃいましたが、本日なんとかね届きましたね。もうバスターコール展自体がもうすごい前の話になっちゃいましたけどね、うん、そっからようやく手元に届いたって感じですね本日。はい、ということでね、今回はちょっと変わったね、うん、波をご紹介させていただきました。まあ、これはね、ぜひともね回転台座に乗せてね、うん、じっくり見ていただきたいと思います。はい、チャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。